はい、皆さんこんにちは。今日はご覧の通り外からの撮影です。今から釣りに行くんだけど、プロトロットのテストかな、まあ、キャスト、フィール、糸抜け、その他いろいろテストに行くんですけど、まあ、その前にツイッターの、ね、質問箱にちょっとお答えしてから出発しようかなということでやってます。はい、ということでね、今回来た質問はね、比較的こう今まで何度もあったような内容のこう代表的な質問のうちの一つなんです。どういうご質問かというとね、メバリングで堤防のキワキワをその方釣られるらしいんですけど、ストレートワーム、それからカーリーテールワームで最初やってたら、10分の2というふうに書かれておられましたので、まあ10回に2回くらいバイトなりヒットがあるっていう状態なのかな。うん、でワーム何種類かこう持って歩いてらっしゃるらしくて、まあ、そんな中でね、その方がね、ブリーデンのビーローチや、ガルプの、ね、クリケットに変えられたようですね。そうすると今度はね、バイト効率が10分の8とか10分の9とかかかってらっしゃったんで、つまりじっと投げて8回も9回もヒットするような大きな差があったと。うん、でとても驚きましたという内容なんですね。でいろんな釣りをする中で、その効率の良い釣り方をどう考えたらいいでしょうかというようなご質問なんです。はい、これはね、ワームの種類だけの話じゃないんですね。まあ、僕ところに毎日こう寄せていただくご質問の中に、シャットプラグはいつ投げたらいいんですか、同じシャットでもね、僕がちょっと注意させていただいて、スミスさんが作ってもらってるジェイドのサスペンドなんかはいつ投げたらいいんでしょうか、トッププラグはいつ投げたらいいんでしょうか、フローティングミノーはどういうロケーションで投げるんでしょうか、シンキングミノーはどういうロケーションで投げるんでしょうか、あるいは新ペンね、シンキングペンシルはどういうシチュエーションで、投げるんでしょうかという、それから今度はカラーですよ、うん、これこれこういう色はどういう時投げたらいいんですかっていうね、質問がもう本当に引きも切らずっていうか、もう20年のような状態続いてるんですけど、これ最初の結論にときます。前もってロケーションやシチュエーションが分かって投げよう、これを結ぼうっていうことがね、前もって分かるなんてことはないですよ。それはほとんどのプロの方でもないんじゃないかな。現場に立たなきゃ分かんないですよ、本当に。だからどうしてもそのね、いわゆる何々パターンっていう言い方があるじゃない、網パターン、イカパターン、甲殻類パターン、それからバチパターンね、ホタルイカパターン、まあ、様々なもんがあるんですけど、ホタルイカパターンなんていうのはね、ホタルイカの季節に行けばホタルイカがザーッと切断してるときは分かりやすいし、例えばバチパターンなんかだったらね、その川筋でバチがもうブワーッと流れてくるのがこう目視できる状態なら、何々パターンっていうのが前もってある程度理解できてるから、それに見合ったこれはバチパターン用って売ってたよな、これは網パターン用で売ってたな、これホタルイカパターンでなんかよく釣れてるらしいなって見当はつくんですけど、普通分かんないでしょね、色も形もで、メタルがいいのかプラグがいいのかワームがいいのかも分かんないでしょ、うん、そんな時にどう考えれば効率のいい釣りができるかというね、こう本質的な戦略のこう骨子みたいなものを自分の中で持っていれば、現場にとっついてね、その適用していくのがね、すごく簡単になってきます。そんなお話をね、ちょっと今からしましょう。まあこれはね、僕の場合はなんです。で、参考になるかどうか分かりませんし、できるだけ分かりやすいご説明しようと思うんですけど、釣りの戦略を立てるのに、あるいはそのプラグの機能やワームやメタルジグね、いろんなタイプがありますから、形もね、細長いものあれば平べったいもの、ずんぐり丸いもの、いろんなものがあります。どんなタイミングでどんな場所でどんなルアーを投入したらいいのかと物事を考えるときに、この SNS がね、全盛の今の現代において
皆さんがよくこうなんて言うんだろうな、質問の中にこうよく入ってるニュアンスが、デジタルチックに考えすぎなんですよ。デジタル的な考え方する方がね、現代非常に多いですね。僕みたいに長い釣りやってるとね、それすごく如実に感じるの。でも釣りって自然が相手で動物命が相手なんで、デジタルな考え方で答えはね出ないんですよ。僕はこれもはっきりとアナログな考え方の方がね釣りには見合ってると思います。どういうことか、これをちょっとね昔本で読んでなるほどなと思って、未だにこう忘れられないこうストラテジーというか、一つの戦略のとしての考え方の中にね、大砲の撃ち方っていうのがあるんですよ。今のイージス艦みたいにレーダーでなんでかんでピピッとロックオンしたら、あとパーンとミサイル発射したらずっととことん追っかけていってドーンっていう、こういうデジタルな話じゃないよ。もう第一次世界大戦よりもっと以前とかね、ペリーの黒船あたりの時代で考えると、で大砲ズドーンと撃つのに距離どうやって調整してんだろう、距離を、大砲の弾が飛ぶ距離、これもう射角しかないですよ。多分45度が一番遠く飛ぶんですよ。で上げれば上から落ちるんですよ、下げれば途中で失速して地面と落ちるから当然射程距離がこう短くなるよね。射角で距離決めてる。で戦艦同士の船同士の大砲の撃ち合い、この時の、戦略でね、まあ全部覚えてないんだけど、一点だけ覚えてるのが、いきなり当たんないか、いきなり当たんない時どうするかって言ったらね、手前撃つんだって、一発ポーンって、双眼鏡でだいたい目測で、例えば 1.5 キロとか捉えたらちょい手前ぐらいにカリ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 ってこう射角を上げていって一発ドーンと打つと敵戦艦の前に落ちるよね、当たらずに。で次はね、もうちょい遠くへ飛ばそうじゃないんです。今度はいきなり超えるぐらいの射角で打つんです。カリ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 、もうこうカリ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 なんで、こう15、16、17、18みたいな、そのなんか決まってんだろうと思うよ。これで角度が何度っていうのね、1回転で何度上がりますよみたいな。で手前落としといて、今度は飛び越すぐらいの角度で撃つ。で手前着弾、行き過ぎて着弾から割り出したど真ん中へ 3回目はカリ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 って調整していくと、当たったり端っこへ当たったり、で端っこだったらもう一目盛り角度パッと上げればど真ん中当たるじゃない。こういう考え方ってすごいなと思うんです。非常にアナログなんですよ。釣りでね、その釣れる方法とか投入すべきルアーでだとか投入すべきカラーを考えるときに、僕なんかは自然にね、そういうふうな戦略的なものの、ね、考え方をするのがね、癖になってるんですよ。例えば今日の今回の質問の方のように、ストレートワームで反応が悪ければ、まあ反対のものにしますよね。ストレートで反応が悪ければカーリーテールとかブリブリ動くシャッドテールとかにします。それで反応が悪ければ、あ、これは魚系じゃないなってのが分かってくるから、ドーンって今度は平べったい甲殻類系のワームというふうにね、割合戦略立てやすい。まあそれがうまいことハマったということでしょうね、今回の質問者の方は。じゃあ、例えばこれカラーに置き換えて考えた時どうなるかですよ。僕はね、寒色と暖色、あったかい色と冷たい色ね、あったかい色は赤、オレンジ、黄色、まあ、この系が暖色ですよね。で寒色の方は黒とか紺とか青とか緑とか、こっちが寒色で、よくやるのが赤で釣れないからオレンジにしよう、オレンジで釣れないからもうちょっと色を落としてイエローにしようっていうのは、もう暖色だけでやってるからね。これだとさっきの大砲理論にはまってないでしょ。赤で釣れなかったらいきなり青とかでするんですよ。で反応を見たら赤よりは青のが強かったら、今度はまた暖色に戻ってちょっと色合いを落としていくというような考え方をすると、着弾点が早く見つかるんですよ。無駄弾打たずに、命中につながりやすいというのが、僕は、釣りでねより良い釣果を上げるためのね、一つのものの考え方の軸だろうと思うんですね。でこれが、今いろんな話したでしょ、ワームの話したでしょ、プラグダムそうですよね。例えばフローティングミノーからスタートしたつ、僕なんかこうパイロットルアーって必ず持つんです。
その日の状態がいきなり最初から分かりゃ しないですよ。僕分かんないもん。だから僕はワームなら、ベイティ、ね、プラグならシュガーミノー 50S がパイロットルアーです。これ持っとくと楽。自分でパイロットルアー決めとくと、そこから反応が割り出していける。シュガーミノー 50F だったら巻いて止めたらプカッと浮くわけですよ。これで浮かなければ水面直下付近にはメバルがいないとなるから、ここでレンジを細かく刻むよりも、僕なんかはシュガーミノーの50の F を使って答えが出なかったら、僕はいきなり SPM に結び替えてそこまで落とすんですよ。もしくはミニマル入れて、でそこから巻いていくんですよ。でまず一発目の信号がどこで出るかで 着弾点が早く見つかるでしょ。上巻いてワンバイトもなかったのに、で SPM ミニマルそこから巻いたら3メーターぐらい巻いたところでゴーンと来たとなったら、上じゃなくて下だってのが分かるわけで、着弾点が早く分かるという、そういう考え方。今度はねウエイトで言いますよ、ね、ウエイトとなるとこうジグヘッド、とりあえずいつものパイロットにしてる 1.5g で、まあ、デーゲームなんかでこうやってたらついてくるけどバイトしないという時は 1.5g を 1.6g にするとかじゃなくて、いきなり 3g ですよ、倍に。 1.5g でチェイスしてくるのに食わないから 1.6 にしようとか 1.8 にしようというこう刻んでいくんじゃなくて、 1.5 で食わなかったらね、いきなり 3g になるんです、僕なんか。うん、特に昼はね見切られることがあるので遅いと。だから手前から刻んでいくんじゃなくて、ここでダメだったらいっぺんドーンとこっちでやって、この大と小、ね、軽いと重いのどっちの方がより反応が強かったかって、そこを見極めて煮込んでいくと真ん中の着弾点に近づくという、そういう考え方です。こうやるとね割り出しやすい。だからそういう考えで、色にしてもプラグのタイプにしてもワームのタイプにしても、メタルなんかのウェイト、ジグヘッドのウェイトを考える場合でも、この両極から真ん中を割り出していく方が圧倒的に早く答えが出るっていうのを、僕なんかはもう長らく実践してます、うん、で短いので食わなかったらドーンと長くするとかね、ワームなんかでも。そしたら長い方が全然反応いいじゃんなんてことはしょっちゅうあるわけですよ。はい、ということで今の大砲の話着弾点をどうやって割り出すかって話はね、まあ皆さんに流用できるかどうか分かんないけど、まあ、ちょっと覚えておいてもらうと僕は面白いんじゃないかなと思ってますね。はい、なんだろうな、気持ち分かるんですよ皆さんの。もっととダイレクトにストレートにこう個別に答えが欲しいと思うんでしょうよ。例えばジェイドサスペンドはどういう時に投げたらいいんですか。いやあのね、よく言うよね、暖色系はこういうパターンがいいよと。例えば濁り水だったらオレンジとかチャートがいいよとかね、満月月夜だったら黒がいいよって言うけど、あくまでもね、なんだろうな、最大公約数っていうか平均値に過ぎないのよそういうのって。ところが行った日が満月だろうが闇夜だろうが、黒が強い時もあれば、ね、真っ暗闇の磯で透明が強い時だってあるわけですよ。嘘みたいなのが。でこれが地域によって変わるんだってば瀬戸内でアホみたいに強いクリアワームが東京湾行くと極端に釣れないからね、全くじゃないけど。でも大概のロケーションで、アピールカラーの方が東京湾なんか年がら年中強かったりするのよ。分かんない、やらないと、だからその日にその答えを導き出すためには、まず、今日アドバイスさせていただくのは、自分が信頼が受けて一番自分が獲物を引っ張り出せるパイロットルアーを持つということですよ。ワームなら、例えば僕の場合もう一回言いますよ、ワームならベイティ2.3大きい方ね、プラグならシュガーミノの 50F じゃなくて、僕の場合シュガーミノ 50S なんです。なぜならロッドでコントロールできるから、自分が最も得意に 使えてなおかつ結果が出せるのが僕の場合はシュガーミノ 50S ね。こういうふうにね決めておくと割り出しは早くなりますし、
日々の答えはその日々にしかありえない。同じポイントでも翌日行くと変わっちゃうんです、うん、微妙に変わることもあればゴロッと変わることもあるんです。だから先に、何々パターンって言って決めつけてしまうと答えを見失う、見つからずに迷うことになる。あれでもないこれでもない、もう考えの整理がつかなくて手当たり次第になっちゃう、ごちゃ混ぜになっちゃう。だからやっぱりね、こういう、うん、アナログに考えて、なおかつ自然界、動物、命が相手だということを考えると、その日のご機嫌がどうなのかという、そのご機嫌をお伺い立てなきゃいけない。そこでデジタル的な考え方しちゃダメなんですよ、確率的な考え方はね。はい、ということがね、今回のご質問に対するお返事でしたが、分かっていただけたかな。ちょっと分かりにくかったかな、今日の説明は。はい、ということで僕は今から竿を見せとこうね、せっかくなんで。今日の一番目玉はね、もう発表発売以来あの問い合わせが未だに引きも切らないハミージャーミーとビーテスラ。ただあの初回のモデルはね、製造工程の段取りとかね、インフラの問題でね、ちょっと大変なんで、あの方式じゃあもう作らないと決めたんです。これはもう大変難しいので、で今こういうふうに、これはハミージャーミーですね、セカンド、これがセカンドモデルのプロトロ2号です。まあ、キャストや掛けどころ、曲げどころ、ね、その他感度も含めていろいろとテストにしに行くんですが、とてもね、このプロトセカンド、まあ元があるから簡単なんだけど、セカンドプロトにして相当出来がいいので、あとほんのちょっといじったらもうあの量産に向かっていこうかなということでね、期待してお待ちください。ただいつできるかって聞かないで、まだテストの最中、今日テストに行ってか、あ、もうこれ以上いじるとこないわと、仮にね、仮に明日工場に注文しても8ヶ月10ヶ月先の世界だからね、だからいつできるか分かんないから、いつになりますかってね、聞かないように。今日テストして問題点が見つかってたら、また微調整でまた新しいものを送ってもらったりしてるとね、またすぐ1ヶ月や2ヶ月過ぎてきます。ただ非常にいい感じでね、進んでますので、これは期待してもらって結構ですので、お楽しみに。それから、ね、発売からもうすごい勢いで人気が出て売れてるナッツジグなんですけど、はい、ミドルゾーン 8g、12g、16g のミドルゾーンが無事、もう数日中に事務所へ届きそうな感じです。多分皆さんのお手元に届く、つまりお店へ並ぶのが今月末になるかならないかぐらいでお届けできるんじゃないかなと思ってますので、ということでまた質問してくださいね。じゃあまた。